産着は、生まれたばかりの子に、初めて着せる衣服。初めてのお宮参りの晴れ着を指す場合もある。日本における、ベビー衣服。朝の波紋用がよく使われ、背には背守りをつける。宮参り着は、栄治の晴れ着である。三代目、歌川報告、百人一首解消、十七、有原の成平阿蘇によく育つ、要朝の波紋用等が使われ、背には背守りをつける。 子供が無事に育つようにとの願いから、産着には様々な風習がある。現在は、産着も洋服が加味されて、これらの風習は捨てれた。歴史写真1934年2月号と同日に、生まれた乳児たちとナースたち、歴史写真会3日目までは、前掛けや布にくるんでおき、これが長い地方では、約50日にもなる。生まれたての赤子は、産ぶのもとにあると考え、 三日目や七日目に初めて人の着物を着せた。新潟県佐渡では人獣疑問と呼ばれ、他に手とし、手つなぎ、三日衣装、三つ目疑問、三夜着など。新潟県の一部ではボサズ包み、石川県の一部では前掛け包みと呼ばれる。色直し後縫い着物の形に仕立てる産着は一つ、身より小さく仕立て、季節により人へ合わせ、綿入れの別がある。 袖は付け爪、背縫いはなく背紋をつけることが多い。産着は子供が生まれてから仕立て、長寿の人や、はぎれをつなぎ合わせて作ることもある。裏地は肌触りさらし木綿を用いてきたが、近年はタオル地なども用いられ、また縫い目を少なくし着心地や耐久性を高める工夫もなされている。長野県作地域伝統の産着には、うこんで黄色に染めた木綿の布を用いる。 右近は災難を避け、白らみがつかないという。また、朝の葉模様や、背守り、付け品もなどもつけることも多い。模様糸は赤色が多く、背守りは四爪微子とするが、男児は生死を使うこともある。作地法では、産着は産ぶ声を聞いてから縫え、と言われるが、昔は死産が多くあったからだという。寄せ着物は、子供の成長に不安がある際に、 人々から集めた布を着物にし、成長を祈った。金沢のマナリ寺の百徳着物が有名で、天保年間の資料が最も古い。実物資料が少なく、研究の進展があまりない。古称は、群馬あずまの百段着物、群馬つまごいの百徳とを集め、福井鶴ヶの三十三次、岡山小山の千枚を、百徳もらい、百と小手玉、百人もらいなど。 宮前力では、男子は生後31から32日、女子は33日目に、その土地の氏神を訪れる。正式には、色も決まった形式がある。宮前力の背守りは、守れ縫いといい、12ヶ月を象徴して縫い、男子は影の針目、女子は木で縫う。縦に7針、斜めに5針、斜め部分は、男子は左斜めに、女子は右斜めに縫う。 橋は、束にして、輪にし、垂らしたままにする。三重県松阪市では垂らす糸が長いほど長寿になると伝承されてきた。朝の波紋用。うぶぎは、朝の波紋用で作る習慣が昔からあり、江戸時代から用いられてきた図柄である。朝は、丈夫でまっすぐ生育し、虫が寄りつかない特徴があることからこれにあやかった、ものである。背守りは、 着物の背中につける飾りで、背紋飾りともいい、清掃にも、普段着にもつける。大人の紋付けでは、背紋をつける場所に、刺繍や小型のぬいぐるみ飾りをつける。背のない着物から魔が刺すと言い伝えられてきた。兵庫県姫路市城南の伝承ではこれである。着物の背中の縫い目は、目であり、魔物を睨んで退散させるとされた。三歳くらいまで着る一つ身の着物には、 背縫いがないため、背守りをつける。赤色には、呪術的な意味があるとの伝承もあったため、赤い糸での縫い取りや、赤い布の歯切れが使われることもあった。一つみよりも年長用の三つみや四つみなど、背に縫い目がある着物には、背守りはつけない。城南の地方では、門飾りとか、森縫いと呼ぶ。沖縄では、マブヤーウーといい、赤糸の束や、 四角い布切れを縫い付けた。あるいは虫除けである。また、背守りがあると子供が溺れた時など危機に陥った時に、工人や産神が引っ張り上げてくれると信じられてきた。三重県松阪市の伝承はこれである。三重県松阪市では背印。背守りは一般に幾何学的なもんで、縫いぐるみ形は昭和時代後半には珍しいものとなった。または、 巾着に米や豆を入れた。鎌倉時代のカスガゴ元気ン巻ン,ゲンには背守りをつけた子供が書かれているとされる。1670から1690年代の色絵五番同時置物には柏の葉のような模様の袋が縫い付けてある。明治時代には学校教育で背守りの縫い方が教えられ、明治後期には呪術的な部分が離れ、 手芸技術の向上という側面が強くなってくる。マナリジの百徳着物では、昭和時代には背守りのないものが見られるようになる。また、染色作家の鳴海祐子は古い子供の着物を収集しており、当時の実物が集まっている。紐飾り、ありがとうございます。